さんこんにちは。森谷ドラムスクール講師の森谷亮太と申します。今回はなんとキー楽器さんご協力のもと、ドラムセミナーを開催したいと思います。で、今回はどういったドラムセミナーになってるかと申しますと、スティックをもう触ったことないもう完全な未経験者の方が、これからこうドラムを練習するにあたって、どういうことを練習したらいいのか、そして、ドラムを始めたけど、スタジオに入ったりとかして、一体何を練習したらいいんやろうなという方や、そういった方とか、基礎をしっかり身につけたいなという方とか、家でもこうできる練習方法を知りたいなという、そういったこうドラムの練習についての、お困りの方向けのセミナーとなってます。で、どういった内容かと言いますと、ドラムの役割について、まずお話をさせていただきたいと思います。ドラムは、このバンド内では一体どういう役割を果たしているのか、そして、バンド練習をするときに、どういうことに意識を向けて、練習したらいいのか、そういったお話をさせていただこうと思います。そして、メトロノームを使うための基礎的な知識というお話をさせていただきたいと思います。ドラムを練習するにあたって、メトロノームを使ってこう練習するわけなんですけど、メトロノームにね、こう、黙々と合わせて練習をしていると、あんまりこう意味が、見えてこなくなってくるので、メトロノームを使うための、基本的な音楽知識。これはでも、頭で、なんていうんですかね、考えてもらうよりかは、実際にちょっと体感してもらって、体で覚えてもらうということで、やらせていただこうと思います。そして、スティックコントロール。これはもうリズム練習を含めた、スティックコントロールの練習。これの、練習方法をご紹介させていただきたいと思います。で、最後に、セットを使わない家でもできる練習方法っていうのもご紹介させていただきたいと思います。で、ご来場者の方には、一応オリジナル練習帳、今回のセミナーで使うオリジナル練習帳というのを、お渡しさせていただこうと思います。日にちが、2016年、年明けて、2016年の1月30日の土曜日、昼の14時30分から、2時間ほど予定をしております。場所はですね、キー楽器京都店さんに隣接されてるダンススタジオスタジオフライというところでやらせていただこうと思います。で、今回参加費は無料になってます。無料になってるんですけど、限定10名様でやらせていただこうと思ってるので、お早めのご応募でよろしくお願いします。ドラムをね、始めてみたいという、方とか、ドラムの練習でちょっと困ってる方とか、いらっしゃいましたら、ぜひぜひね、お気軽に、このセミナーに遊びに来てほしいと思います。それでは、会場でお待ちしております。さよなら。